ちょっとマタイ陸から逃げ帰ってきてジドールの町、ここの競売場で魔石が2つ手に入るのでそれをゲットしていきましょう。参加する、まあ、魔石が出てくるとは限らないんで、いらないというかこれ取れないから、5000、7000買って、これ欲しい、別にチョコも本物じゃないんでしょ、あでもコレクションとして持っておくってことか。50万ギルお持ち帰りくださいませって、あれ動くんだ、来た魔石像なしいか、まあ、これ金さえ積めば全然買えるんで、でしかもなんていうの、もう決まってるんで買える金額が、その金さえ持ってれば全然大丈夫。決定って早いな、即決みたいな、即決1万ゾーナシーカー。じゃあちょっとゾーナシーカーを見てみますか、ここにあるな、全部持ってんだけど、ラスピル、アスピル、シル、お魔力プラス2か、装備するには全然いいね、貴重だ、セリスに装備させよう、あとで。で、魔石ゴーレム、これも回収していく。ゾーナシーカー1万円だったから、ゴーレムの方が、そうだよね、1万5000円高いよね。2万でいけるはず。OK、即決2万。勝手に決めていいのかよ、この進行役。まあ、ゴーレムは、あ、ここに来るのね。で、アースボール。これは FF5 にもあったんで。ケアルラガールじゃん。しかも 30%。体力プラス2。あ、かなりいいな、ゴーレム。では、魔大陸へ戻ります。それでは、魔大陸編。後半戦やっていきたいと思います。まあ、このまま先へ進めば、まあ、まず飛空艇に戻れる地点があって、でこれは戻らない、逃げ帰ったから一回で、ここは戻れる地点だけ、右の方か、行けないのかな。でこのパターンはベヒモがもうブリザラに弱くて、マッシュはもう真空波覚えたから大丈夫で、なんか投げよう、カートン。そういや投げ物さ500円かかったんだけど、結構高い、500円投げてるからね。でブリザラでね倒せるはず、ベヒモは OK で1500円か、まあプラスだな。ここはもう戻るだけ、じゃあ別のところから行かなきゃいけないんだ。ちょっと待って、さっきがセーブポイントで、ここのスイッチを押して、あそこ正面に行くのか、で真空波でブリザラ、水遁って別に霊気じゃないからね、ブリザラ殴り倒す、うん、やっぱ弱点ではないよね。真空波マジコスパイ、強っ、セリスほんと強えな。でこれでシャドウがゴーレム終わったんで、シャドウは何がいいんだ、投げるのやつって確かあれ魔力依存だよね、多分魔力を上げていけばいいのかな。とりあえずないから決闘しにしとこう。でゾーナシーカーセリスマスターしてるけど、魔力プラスには美味しいよね。これこのままいけねえ、やべまた分かんなくなった。あこれで左だ多分、ほらいけた。おサイドアタック珍しいな。こいつらはファイラに弱いので、鳳凰の前で勝たそう。
カトンで、ファイナ、まあ、セリスまで多分回んないと思う。ファイラに弱くねえし、あれだ、顔だ、ファイラに弱えの。でもめっちゃこっち向いてくるし。シャドウ魔力プラス1。おお、ここは回復していこう。セリスのマジックパワー239か。1個だけエーテル使おう。よし、これでいきます。特に何も話はない。アルテマウェポン、我が名はアルテマ。太古に作られし最高の力なり。最強ではないからね。我は力であり、生命にあらず。弱き生命体を消え去れ。なんかパクれる。ちょっとずんどっと。げ、それなりに食らうな。これライブラー、一回見よう。で、エリクサーだけか。シャドウはもう、手裏剣投げてればいいかな。レベル37。24000か。マジックパー5000。弱点はない。じゃあ戦う。ってことは回復は怠らず。なんかあるいいの。マジックシールド、ちょっとどんなシールか使ってみよう。シェルが全員にかかるのかな。こっちもう一番下まで持ってくのがめんどくさい。風魔手裏剣がないし、しかもさ、なんでロックってこんなミスんの。かわいい。減る？減ってる気がすんな。マシ殴ろ。1600の回復量が半端ない。お、いいねいいね。追加が入るとまあまあなんだよね。フェイスとかけたフレア、そんなに食らわないことを信じたい。白か、まあ、シェルかかってくるか。1200って感じだな。じゃあシェルって切れる、まあ、常にヒットポイント高めに保っておけば全然大丈夫でしょう。食らったら回復、食らったら回復で。ちょび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 ダメージを与えていく。でかいダメージがないけど、しょうがない。それはラスティルでさ、マジックパワー減らせらんないの。シール切れてたら確かに結構フレアきつかったな。ゾーナシーカーがここで役に立つとは。クエイク届けばよかった。いやこれきついわ。飛ぶ？レビューとあったよね。誰が覚えてる？覚えてる。一応飛んどこう。対策さえ立てればなんてことはない。回復してねえし、全開。パワー全開。一応シャドウ後ろに下げてるからね。前だったら死んでたなこれ。いや、 やっぱでもヒットポイントは常に高めだな。ゴーレムを手に入れたからね、もうみんなケアラで覚えてるから。クエイクとかってさ、魔風剣じゃ防げないよね多分。さすがにそういうのはフレアだったら防げそうだけど、魔風剣唱えるのありかな。こっちは魔法唱えないからね。ちょっと魔風剣しよう。え、ちょっと待って、フレア魔風剣不能。あ、今魔風剣やったのか。キャラ、ちょっと待って、そうだ、ラスピル、ちょっと待って、ラスピルはダメなの。あ、もう魔風剣が切れてるのか。使いづら。サンダラ、バイオでもよかったのか。バイオ覚えてるか分かんねえけど、誰が何覚えてるか分かんねえんだよな。セリスやっぱ火力たっけ。グラビが、セリス攻撃に回そう。やっぱり強え。あ、バイオ覚えてねえ。サンダラでいこう。倒した。まあなかなかの
敵だったな。一番の主君主は象なしいか。エリクサー2つ手に入れた。全部で一度は帝国にこの身を売った俺だ。お前らと一緒に戦う資格がない。今さら。よく来たな。仲良く死にに来た。この三頭身の力、あ、これガストラ皇帝が力を吸収してんのか。血が騒ぐ。これは何、ストップか何か食らったの。お前だけは特別、新しい子孫を残す使命を与えようではないか。その手で奴らを殺せば裏切ったことを許してやるよ。ガストラ皇帝って何歳なの、そもそも。一緒に世界を支配しようではないか。力とは争いを生むもの。死ね、系譜か。だーい、元気だよな。めっちゃ動いてるし。地域症。ケアルナとか唱えらんないの、系譜か。攻撃魔法しか使えないのかな。戦うために生まれてきた者たち、神たちか。僕を受け入れろ。ガストラ皇帝見てるだけだな。三頭身を復活させれば世界は消える。それでは意味がない。ケフカ乱心したのか。乱心、何をおっしゃってるんですか。三頭身の力を奴らに見せつけるとき。仕方ない、お前はもう役に立たない。悪く思うな。最後の慰めとしてお前が自ら生み出した魔法で眠らせてやろう。ケフカって魔法とか生み出せるんだ。まあ良い、笑いながら眠るのが一番お似合い。いや、ファイカとか別にさ、そこら辺にあるでしょ。セリスさ、どこ刺したのマジで。超元気じゃん、ケフカ。バカな、なぜ魔法が打てんの。ベルトも唱えられんだ。ケフカ、お前一体なぜだ。なぜなら僕チンが三頭身の真ん中に立っているから。全ての魔法は三頭身に吸い取られてしまう。お気づきになってませんでしたか。最初の獲物が大決定、役立たずになった皇帝にその力を見せてやる。やるのだ。すごい、サンダガの上位版かな。すごいよね、蹴りでさ人が浮くって結構な力必要だよね。恐怖が世界を覆う。世界征服ってそういうもんじゃないのだって。
所詮は恐怖で縛りつけるものでしょう。ケフか、すげえな、殴ってあんだけ吹っ飛ばされてんだな。3人の力のバランスが崩れた世界が暴走する。このセリゾもどんくらい重いんだろうね。めちゃくちゃ重そうだけど、ケフカって意外にパワータイプなのか。魔法キャラだと思ってたけど脳筋も兼ね備えている。そこどっから来たんだ。シャドウでも動かせるから結構軽いのかな。行け、世界を守れ。うわ、弾き飛ばされた。俺に構うな、早く行け、暴走は止まらない。必ず戻ってみせる、心配するな。逃がさん。アイテムが見える。シャドウ、急げ、脱出する。これはまったり完全に崩壊してんな。脳で1体だったら攻撃しよう。2800、沈黙。あ、セリス、めんどくさ。殴る。脳筋キャラ多くねえか。げっ、回復したんだけど。ちょっと待って、どうする。何で回復した。あれか、ブリザード系か。魔法ポイントしか持ってねえな。とりあえず回復しよう。脳でしか出てこない。そして脳では回復するからマジでめんどくせえ。ファイラファイラファイラだな。でも脳でしか出ないんだったらもうこれでよくないかっていう。いけない宝箱回収できねえんだけど、これそういうもんだったっけ。先制攻撃、みんな魔法、沈黙、無駄だ。沈黙が戦闘終わったら治るからね。です、取れねえじゃねえかよ。まあいいや、ネラバ、逃がさん。何に用意しようぜ。サンダラ、げ、みんな死のせっこだし。ファイラ、これで様子を見よう。何も持ってない。げ、これは炎で回復すんな。しゃ、もうあれ持ってんじゃねえか。リフレク超厄介なんだけど。死ぬ死ぬ死ぬ。1400の700、じゃあ真空波はどうでしょうか。真空波ってそもそも攻撃力としては高いのかな。てかマッシュ早い、かかってるから効かねえ。待って待って待って、これちょっとやばい、本当にやばい。フレームターン外したいんだけど。待って、散ったよ、攻撃散ったよ。爆裂拳だな、もうここに来て。シール、あ、倒した、ギリギリ倒した。別に強くはなかったな。引く手が来た。そのまま
シャドウが気になる。ということでシャドウを待ちましょう。お、来た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 、シャドウ。報酬をもらわないうち。誰？あげないよ別に。三頭身の力は止められないのか。あれ、ケフカどこ行った？いなくね？大地が割れる。潰されたんだけど。こいつなんでこんなとこにいるの？カッパ。捕まってろ。一応地球は丸いっぽくない？これ。地球と呼んでいいか分かんないけど。世界は引き裂かれた。これもともとどこの家なんだ？どっかの町の民家が一つ残った感じなのかな？シード。セリス、やっと目が覚めたわ。どれくらい眠ってたの？ちょうど1年。これよくさ、その1年眠ってたとか言うけどさ、これなんて生きてんのって感じだよね。1年眠っててどういう状況なんて。別に冷凍睡眠なわけじゃないからさ、お腹減らないのっていう。わしももう疲れた。小さい無人島、世界が引き裂かれた後、気づいたらこの島に倒れていた。みんなは？島以外のことは何も分かんない。この島残して全て沈没してしまったかもしれん。あの日から世界は一歩一歩破滅に近づいている。草木や動物はどんどん死に追いやられ、生き残った島の人々も次々と希望を失い、北の岬の崖から身投げした。あ、他に人いたんだ。気を落とすなって。お前もさっき疲れたって言ってただろ。あ、でもセリスが目が覚めたから希望ができたのか。お腹すいたでしょ。3日前に寝込んでから何も食っておらん。魚くらいしか食べ物はない。セリスがさ、ベッド占領してたからさ、シドはどこで寝てたんだろう。床で寝てたのかな。
これセーブできない。とりあえず魚でも取るか。この魚も取ろう。基本的に早い魚取ってればうまい魚だから、ちょ見れるんだよね確か。どこだ整頓アイテム。アイテムなのかどうかは知らないけど、魚がねいるはずなんだけど、いないのか。大事なものかな魚。普通の魚、うまい魚。むしゃむしゃむしゃ。で時間経過とともに確かシドの体調は悪くなってくんで、これ早くない？そんなことないか。あ、早くない？うまい魚、普通の魚あたりを取ってればいけるはず。一応一回見てみる。普通うまい。ほら食え食え食え。よくなってきた。いいじゃんいいじゃん。でまずいものほどさ栄養価が高いからね。薬とかそういうもんじゃん。いいね。切り替えれば変わるかな。いいねんだけど、こっちからも切り替えられるし。これ外出れんの？あ、出れるわ。さっさかな。変わってねー。これどうやれば変わるんだ。これこいつ話しかければいいのかな。リセット、鳥がリセットしてくれる魚を。そんなことないんだけど、シドに話しかけるのかな。シドの体調が悪くなっていく。このままではなかなか治らんの。看病するのも大変だな。あ、早くなってる。魚がうまくなってる。これうまいよね多分。ほら、ほら食え食え食え。だいぶ良くなってきた。もうこれで看病していくしかない。ちょっともう治るまで頑張りましょう。よし、完全復活シド。どうした？夜鍋に成果がここにある。降りてみなさい。いかだ。外の世界に出ろ。きっと仲間は生きている。そしてきっとここへ戻ってくる。ロックとやらも。これ別にシドじゃなくてもさ、セリスと一緒に作った方が早くないか。隠れて作るような代物でもないだろう。これで外へ出ようと思うのもすごいよな。めちゃくちゃ不安だよ。でもこの島で作れるのはこれが精一杯。海は荒れてはなさそうだよね。むしろ破滅へ向かっているから穏やかな感じ。町がある。無事漂着で特に変わらない。まあ現状は像なしいからいいでしょう。というところで、では世界が崩壊してしまいましたけれども、次回はそこからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。